さあ続いてレース編、セッティング見直さなくていいのかい？レース編は加速よりもスピードの方がいいとかね、その辺の趣味は。俺はレース編はいつも加速よりにするんだ。加速じゃねえや、スピードよりにする。愛車がないから滑りにくさの恩恵がよくわからない100のよ、滑りにくさ。さあ準備完了だ。 OK かい？セッティング、セッティング中。ちょっと待つ。ちょっと待つよ。オッケー。カワ君もオッケー？オッケーです。さあ。100ない。ノーマルはいて。さあ4レース。俺いつものモーモーカントリーを選ぶ。モーモーカントリー好き。一応ね、一通りのコースは復習しといた。オッケー。やっぱここやな、やっぱここやな。ここ面白いよな。あ、いるね、4人ちゃんといるな。小川くん、Wii U 版はやってたんやったっけ？ Wii U はやったな、全部やった。あ、これやった。じゃあ大丈夫じゃねえか。DLC まではやってないの？ DLC やってない。勝ったけどやってないっていう。もったいない。まあ、勝ったけどゲーム自体やってないやつもいるからいいんじゃない？俺ついてたんだよ、勝ってないよ。マリオカード同梱版？同梱版。あれ値段変わらなかったっけ？値段ちゃんと取られてたような気がするんだけど。やった、俺先頭じゃん、その時は。コールポジション、ボールポジション。あ、動物の森だ。ここ知らんぞ、知らんぞ、初めてさ。あの、特に難しいことなんもないから。トタケケさんがいる。トタケケライブの時間。ダウン。なんかみんな俺より早いんだ。これは一応アイテム。早速ショートカット。あー、ちょっと高い。いやー、12位じゃないか。知識がないんだよな、ショートカット周り。ほら、飛べ。これ風船に当たってもアイテムになる。あー、もう目の前でアイテム取られるイラストだ。ある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 。いっとけ、ブーメラン。コインか、取れない。ダブルアイテムかな。やっとアイテム取ったと思ったら取れてねえし、失敗した。リセットさん暗い。休んだ、早く早く来て。くそ、これでも食らえ。トリプルだから狙ってもしょうがねえな。いい。あー、くそー、加速ならなかった。姿が見えてる。アイテムをよこせ、アイテムを。バナナ1個はきつい。9位から上がる。あー、行き過ぎや。ダブルアイテムに行かない。流される。ケツじゃしまった。なんでダブルアイテムなの？俺バナナの皮なんか持ってたんだ。これどころか出てるのが緑1個。ちょっとタンタンタンタタンタンタタンタン、なんかタンタンタン、2個スタースターが2個も来ようやけど、これどころか赤も食らう。このくせ俺が出るのは緑のコーラ3連発11位だよ。うわー、きな。行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ。スターとかキラー出るの？この順位だぞ。しかも1位6走中じゃねえかよ。トゲゾウはトゲゾウ早い。みんな緑なんか持ってたんでしょうがねえ。トゲゾウ早い。トゲゾウが出へん。12、ダブルアイテムにやめて、やめて。うそ、画面の端に当たってダブルにいけなかった。よしよしよし、だいぶもう、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あ、入れずや。あぶねえ。どんなの面。あれ、タクちゃん。みんなボロボロやん。ボロボロ。ちょっと待って、俺8位でも9位なのに、緑3個はちょっときついって、もうちょっとくれよ。ワリがさ、スタートかさ、突っ込んできまくってんのにさ、緑3個。間違えた。そりゃダメだ。もうちょっといいのくれ。あー、恐ろしい。くそ、
そう、まだスターまでしかちゃうわ、スペシャルまでしか知らんのに。知ってるとこに行ってくれ。レインボーロー滑るな。これはあれだ。あ、そこや、そこは知っとるぞ。空港だな、サンシャイン空港だっけ。うん、サンシャイン牧場だっけ。違います。 A 連打したら決まってしまった。今2つ立ちになったら燃えるんだよね。だって違うゲームだって。伝わらねえ。ミクシーになっちゃったっけ。結構人気なゲームだったろ。どれ。ミクシーのサンシャイン牧場。4月1日に。ああ全部燃える。懐かしすぎてわからねえ。あれ結構面白かったんだよ。他人の牧場合わせていけんの。ふうふう、これだ。狭い。前に行きたい。前に前に行きたい。後ろの方はね、危ない。ボコボコにされるから。一発でも食らうと地獄見るから。あ、落ちた。また地獄ならとうに見た。100クラスだといけないからね。100は。ちょっとキノコなしで行った人いたんだけど、100だと加速足りないからいけないから。飛べ。そう、あのキノコやっぱ常にトップに嫌がる。詰まってる間に追いつきたい。このキノコ。あれ。なんか めっちゃ人集まっとるやん。ごわっくんで1位からカメラさんがやらおすぎても。ハックン使ってたらね、飛べへんかった。だからこれあれじゃない、あのまさかの4点を記録するんじゃね。いや、華麗なるアイテムでやってる。だからさ、11位でキノコ1個もやめろって。もうちょっといいの出ろよ。固まりすぎてんだよ。もうちょい後ろ来いよ。いやだよ。お前好きでいいの。もうちょっと後ろ来いよ。ちょっと一瞬にして抜かれたけど。忘れた。めっちゃ固まっとうやん、ここごったごたよ。で、高さが1人だけ。すげえわ。あ、やめて、その…その隠すの。テレさん、いいもんパクってこい。このトリプルキノコ。あかか。ちょっとキノコに恨みあるから、キノコ狙うか。ダメだ、ごちゃごちゃすぎて、誰も…うわっ。ボッコボコやねこれ。たった一発で勝負決まるんで。リカバリーに捕まると置いてかれるともう死ぬし。サンダー誰だ。はーい。関係ねえやつ絡むんじゃねえよ。お最後の後ろは一番後ろにいろ。ヤクレイトそのモノリティはスター。ミラクレイト使いづらくないそれ。で、使いづらい。よーし、もうスター使うために、とっとはよスター使わせて、マジでスター使わせてくれって。ふざけんなよこれ。スターだよ俺が使いゲームは。スター使いゲームにパックンが邪魔で使えなかった。もうマジ勘弁してくれ。あれ、タクちゃんがちょっと上がってきてる。ふー、あ、抜かれた。地獄だなこの戦い。アイテム強い。なんでダブルアイテムさ、好きな方使わせてくんでんだよ。ダブルダッシュの時は？ダブルダッシュの時はあのキャラを変えること、キャラが一人ずつ持つっていう設定だった。なんか前と後ろを乗り換えるとアイテム変える。ああ、なるほどね。本当もう勘弁してくれよ。スターがあったらボムに食らわなかったからもうちょっと上いけたぜ。愛車が欲しい。愛車？愛車。今まで使っとったやつ。まだ出てないから。一人プレイしないと出ない。いや、たくさんいつの間にか上がってきてたね。また同じとこや。ハンドル再開だった気がしたけど。いやいやいや、やっぱりラスト一周が勝負よ。お、モーモーが来た。モーモーファーム。まさに運ゲー。まさに運ゲー。この選手ろくなことないからね。推しが突っ込んでる。いいアイテムが出るか、トップ独走がドアンテ。始まる。長い。飽きた。
まず取れないんだな、ここはな。また一個か。もう相手もこれ。まあまあ、やめて、そこで撃つのは。海の人が俺に向かって赤のゴーラを使ってきたぜ。防御したけど。11位と12位で殺し合いして、どうすんの。お前が憎い。よし、わ、あるな、あるな。アイテムファイター。2個使っちゃうのイラッとするんだよな。キノコはもうちょっと。たかちゃんにいじめた。おいおいおい。特に恨みはない。当たらなかったらいいよ。バナナ1個はねえって8位でさ。バカしとけ。当たった、俺が。なんかボコボコないけどね。宇宙でこの試合やめようぜ。それ。とりあえず、ま、前、前行こう、前。てか、トゲ、トゲ出るよ、トゲ。トゲ出へん、出へん、ほんま出へん。そこのゴールデンマリオ食らえ。透明になってパクってきたの、キノコだけって。ゴールデンマリオは近くで出るの。クリアして赤下なんだから、ゴールデンマリオのリスク。クソ、1位で起きそうじゃんか、誰かトゲゾーだぜ、トゲゾー。痛いの。赤当てにやめてかがくの。俺やった位置的にそうじゃなかった。俺キノコしか持ってなかったはず。違うか。この前がトリプル赤だから抜きたくない。1個上の10位の人が向こう5位6位ぐらい。怖い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 。お、トゲゾー来てる。トゲゾー来た。ちょちょちょ、頑張るトゲゾー。よしよしよし、やっほー、ありがとうトゲゾー。追いつかねえ、まあね、追いつかねえ。おお、正代きついな。2人頑張れ。ちょっと上からめず、落ちてこい。これボコられてたっけね。そうそう、登れねえ。大丈夫大丈夫。マジで後ろで殺し合いはひどいよこれ。でも殺し合わないとその後ろの上にすらいけないからね。どうしようかな。レインボーロード、さあラスト。とりあえず一つで上の順位を目指そう。このゲームってあれ1位走っとったら大抵ぶっ飛ばされるもんじゃない。いやなんかね、このゲームはね、ぶっちゃけ1位独走が1番ドワンって。いや、WiiU の時は1位がダメやった気がするけど。 WiiU の時もやっぱ1位独走はトゲゾーしか来ないから。あ、2位がね、赤を使わないの、自分を守るために置いとくから。だから1位独走が1番ドワン。だって2位の赤とトゲゾー以外何も来ねえんだもん。サンダーは全員に来るし。そうそうそう、だからこのゲームは1位独走が一番安定。さあ F0 じゃねえか。ここ知らんぞ、ここ知らんぞ。頑張れ。あの回復のとこ行くとコインが増える。それぐらいかな、言えることは。それすら分かる。F02個あるんだよ。なんかどっちだろうこれ。まあある方か。ミュートシー、ボコボコ当たるな。滑る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 。これが出たせいでもう F0 本編は地獄だぜ、出ねえんだね。アイテムよこせよ。みんな速度速え。速度重視できたけど地獄だ。あれ、ダメだったと思ったのに取れてない。まだ一度前でも取れてねえんだけど。怖え。何科学が炎巻き散らしちゃうんだよ今のが。ウムボザの怒りか。そこじゃねえ、ここじゃねえ。アイテムパクられた。パックンパックンパックン。7種の人にアイテムパクられてないこれ。あ、ダメだ、パックン全然入ってない。タケちゃんごめん。全然してたらつい。横すり抜けられたと思っても。早い早い。やっぱりちゃんと踏んだ方がいいな。コイン1枚で1% 加速アップやから。ここで 10% だった。ちょっと取っといた方がいいよ。なんか目の前で赤コーラがあるんやけど。なんか俺は上に行くために大丈夫だよ。気づかれるの待ってから使うみたいな。あ、これ突っ込んでまうやん、これ飛んでいくやんこれ。なんやねんこれ。あー一瞬で最後まで行った。アイテムアイテムアイテム。あの子あれだな、もう相手になんねえな俺ら。うらー、
たー、トゲトイケあえーな、みんなこれマジでは帰れ、そんなに追いつかないレース。12位だよ。危ねえ、やったー、スター中にそんなん使ってくれてありがてえ。せっかくのアイテムが全部入りました。いて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 、ほらよし、じゃあスタケちゃん見つけた、ここはダメだ、ほらごめん。くっそ、バナナに当たった、バナナに。あーうわー、地獄だよこの戦い。なんでみんな早すぎねえ、早え、超早え。負けた、1点差で負けた。よし、とりあえずよし、タケちゃんにひどいな、いやひどいな、うん、あれタカちゃん最後買ったからあれ勝ったし、お前11位だろ、ポイント4倍付けでこう。でもね、あれなんだよね、あのゴールデンマリオの人もこんな順位に来るから、もう基本わからんな。いやー、カラオさんの戦いだった、ボコボコにされてしまった。楽しいな、もう悔しいって言ったこと、とりあえず悔しい。お前を殺すってないのか、ないな、ヒーロー唯一じゃん。はい、というわけでね、第9回大会ね、あの池のメダカ師匠みたいなちっちゃいおっさんにボコボコにされましたっていう。はい、ということでね、次の大会をお楽しみに。9回は9回大会は終わります。お疲れ様でした。